2002年のスペイングランプリは、ロードレース世界選手権の2002年シーズン第3戦として、5月3日から5日まで、スペインのヘレス・デラ・フロンテーラーにある、ヘレス・サーキットで開催された。125cc クラス決勝では、ルーチョ・チェッキネロが、マヌエル・ポジャーリ、アルノー・バンソンらとの集団バトルを制して、シーズン初優勝を挙げた。ポジャーリはレース終盤にアレックス・デアンジェリスと接触して、 コースアウトさせた行為により、失格処分となった。250cc クラスでは地元フォンシニエトが、ロベルトロルフォラとのバトルを制し、グランプリ初優勝を果たした。中両級クラスでのスペイン人の優勝は1990年のカルロス・カルガス以来、12年ぶりの快挙となった。3位にも地元エミリオ・アルサモラが入った。モートジッピークラス決勝では、 バレンティーノ・ロッシが序盤で遅れたものの、その後巻き返しを見せて、シーズン2勝目を挙げた。続いて、前年の 250cc クラスチャンピオン、フォルスナ・ホンダチームで、NSR500 を狩るルーキーの加藤大二郎が2位、表彰台に立つ活躍を見せた。3位には、アレックス・バロストのバトルを制した、宇川徹トールが続いた。ありがとうございます。